最近思ってること言っていい昨日言おうか迷ったけど。お、何俺に不満なことある嫌なとことか、直してほしいところとか。うん、特にない。あったとしても、全部許容範囲だから、文句言うほどでもない。割と私たち性格合ってると思うけど、逆にある感じってことなるほど。いやあ、俺も特にないんだよね。一緒にいて、楽しいとも感じるし、性格もフィットしてると思う。 じゃあ、何何を昨日はなそうと思ったのいや、その、あの、性格は合ってるんだよ。性格はいいから早く言って。あのですね。夜の営みをレベルアップさせたいです。わら。普通のじゃ満足しないってことうん。そんなやばいことじゃなきゃいいけど、どんなのがしたいの時止めシリーズとか、MM5 とかがいい。AV 飲みすぎでくさ。時止めとかどう再現するのよ。それは、 時が止まってるかのような感じで演技して、俺に何されても無表彰で我慢して、MM5 はさすがに無理だけど、企画ものたくさんやりたい。私は AV 女優か、見るの若まわないから、それはそれで別にして。どうしてもしたい。だって、いつも俺の本当にやりたいことができなくて、満足にできてない。だから、性格の相性バッチリ合ってるから、体の相性もバッチリ合えば、 もう俺たちに敵なし。敵なしって何いや、私には無理だよ。そんな演じるなんて素人だからできないし、やったとしても集中できない。大丈夫大丈夫。やってみれば意外とハマるかもだし、知識は十分にあるから任せて。ハマらないって、私する気ないからね。どうしてもダメ。どうしてもダメ。縛ったりとかならいいけど、そんな危の丸なことできない。絶対。 俺の女ならできる。絶対できる。諦めて。それか企画物をやってくれる女と付き合って。ああ、それを探すのもありかも。体の相性を探す旅。行ってらっしゃい。その代わり、二度と戻ってこないでね。本気で旅に出てもいい。誰も見つからなかったら戻りたい。旅に出るなら保険かけないでよ。もうそんなこと言い始めた時点で。まあまあ引いてるからどっちでもいいよ。旅に出るなら応援するよ。 継続して付き合うなら、企画系は諦めてください。マジで探してみる。どっちの方が幸せなのか、真剣に。別れるってことで。一旦別れよう、旅に出る。こんな別れ方、初めてなんですけど、もう戻ることはないから、楽しんで。そして半年後。久しぶりぶり、元気してたああ、久しぶり。元気だよ。旅はどうなったの旅をした結果、俺が異常者だと分かりました。 てことで、戻ってもいい。戻らねえわ。